はい、皆さんこんにちは、ひるです。もえみんです。つむたんです。はい、今日はですね、ご飯を食べながらちょっと夫婦の仲の良さとかについてラフな感じで話していこうかなって思います。なので、ほんとなんかゆるい語り動画みたいな感じで見てください。今日は大阪王将っていうところでウーバーイーツしました。よし、いただきます。いただきます。趣味特にやりませんだとどんどん趣味の時間を作っていってって感じでバラバラになっちゃうのかなって思う。で、趣味が一緒で一緒に家にいる時間とか、例えばアウトドアキャンプが好きだったらキャンプに一緒に行くとか、そういう感じだったら一緒にいる時間が長くなるから仲良くなれるのかなって思います。仕事の残業とかで家にいないとかそういうのもしょうがないもんね。土日とか一緒にいるとかさ、あーね、家事育児とかを一緒に2人でやるっていうのも、結局それもなんか話題とか会話のあれになるしね、元になるし、あれやったこれやったんだね、旦那さん家事してない人とかは一緒に家事協力してやってみるとかいいかもしれない、スーパーの買い物一緒に行くとか、土日まとめ買いを一緒にストレスがないことも大事だもんね。いや、なんかどっちかが家事ばっかりだったりとか、あーね、育児とかもそうだけど、なんか一人でやんないで、ね、片方だけやってどっちかになったとかでストレス溜まっていっちゃうと、いつもこれやってるのは私みたいな喧嘩になっちゃうよね。やっぱ家事やることかね。あれだ、悪い意味で遠慮がなくなるのが良くないんだと思う。家族になるとさ、なんか急に他の人と接するよりもなんかさ、適当になったりとかさ、厳しくなったりとかさ、言い方が悪くなったりとかさ、するじゃん、で、なんか分かってるけど、なんか家族だからそうなっちゃう。ババーバババババあれが良くないんだと思うんだよね。なるほどね。家の中を居心地の悪い空間にしないことが大事だよね。じゃないと休日とかもさ、予定入れちゃいたくなったりとかするしね。知り合いの夫婦とかで仲悪いことか、まあ、まあ、他の話を聞いてるとそんなの現実であるんだみたいな、ママ側の意見しか聞いてないからそうだけど、パパ側の意見聞いたらパパなりの言い分があるんだろうけどね。なるほどね。結局なんかコミュニケーション不足のところあるんじゃないかな、ね、絶対そうだと思うんだよね。それでね、どんどん言わずに不満が溜まっていって、でも最初そうだったね、アピーチ不満を溜めていく感じでさ、最初付き合ってた頃に同棲し始めた時らへん、あんまり不満とかを言わないタイプで、だけど嫌なとこも全部許してるのに不満溜めていくみたいな感じだったから、ある時爆発して喧嘩するみたいな感じのが結構あったので、まあいい例だよね。やっぱ共有することが大事だし、あの時やっぱり時間とかも全然合わなかったからね。ああ、そうだね。趣味もそうだし、だそれで話さない不
までは本当に趣味人間で、あの二人の時間を今ほど作れてなくって、で妊娠をきっかけに座りがひどくて、もう本当外も遊びに行けなくて、でずっと家にいるようになって、でそこから二人でアニメまた一緒に見たりとかゲームやったりとかっていう時間が増えていって、で今産後もそのままっていう感じなので、二人でいる時間が増えたっていうのがでかいかなって思います。いや、本当よかったよね、嬉しい出品も減ったしねなんでお金貯まったのって、それか、もう出品がなくなったはい、まとめとしては何ですか。コミュニケーションをいっぱい取ること、それは趣味でもいいし、家事育児でもいいし、別に何でもいいから、とりあえずお互いちゃんと思っていることを話したり、日常の何気ないことを共有することが大事。なんか不満があってもさ、言うのもさ、コミュニケーションだしさ、楽しいこと言うのもさ、コミュニケーションだし、やっぱ口数減っちゃうとね、分かんないよね。憶測でね、どんどん嫌なとこ溜まっていったら一番最悪だもんね。ちょっと大変だけど、パパが仕事帰ってくるまで起きて待ってて話すとかね、そういう感じで時間作っていくのがいいのかな、ね、せーの、ごちそうさまでした。はい、今日はちょっとゆるゆると夫婦の仲の良さについて語ってみた動画でした、ね、またなんかこういう感じで話してほしい話題とかあればコメント欄で教えてください。ではまた見てください。バイバーイ。